宮城から世界へっていう名前でシャプセ劉備でもちょっとこれからそうですよ、はい、シャプセなんで、はい、ロン毛やってみたいです。はい、いろんなところからちょっとマネージャーさんの顔を見てますちょっと、そうですね、今日シャープさんからいろいろこのドライヤーについて学ぶことができたので、これをですね、全世界の人に、発信していけるように、頑張りたいと思いますし、これからですねちょっと僕宮城から世界へっていう名前でやらせてもらってるんですけど、ちょっとシャプセ劉備でもちょっとこれからやっていきたいなと思います。解明ですか？解明ではないんですよ。もう一個増やします。シャプセ劉備シャープを世界へっていう意味で、はい、はい、今ちょっと命名ではないですけど、はい、つけさせていただきました、うん、これからこの名前を背負って、美髪を全世界に広めていきたいなと思います。頑張ります。自分でヘアセットをする時のポイントがあれば教えてください。はい、そうですね、まず濡らします。濡らしてから、どっちも同じぐらい、右手と左手で持つようにしてます。なんか右手でこうやるとこっちと同じようなか、なんか変な形になっちゃうらしいんですよ。だけどこっちで持てばちゃんとこっちに当たるし、こっちで持てばちゃんとこっちで当たるっていうので、なんか左右ちゃんと対称になる、バランスのいい髪になれる、あとバランスよく髪に風がいく持ち方をしてセットしています。ちゃんと持ち替えてヘアセットしてらっしゃるんですね。はい、やってますね、うん、はい、さすがこだわりポイントですけれども、あとは何かありますか？はい、ヘアセットするんですか？そうですね、あとはそうですね、今絞り出しますね、ちょっと日常から。そうですね、あ、やっぱ暖かい風当ててから冷たい風当てるようにしてます。そうするとなんかツヤ感ももっと出るし、すごくサラサラの髪になるっていうのを親戚のお兄ちゃんから聞いたので、はい、それは結構前から、はい、始めました。素晴らしい、さすがアンバサダーです。そうですよ、はい、シャプセなんで、はい、今後ですね、役柄などは関係なく、はい、してみたい髪型などは何かありますか？ああ、でも僕ロングやったことがないんですよ。ロン毛やってみたいです。どんな雰囲気になるのかっていうのも、やっぱそのよりやっぱアンバサダーとして髪のサラサラ感を伝えやすいのはロングかなと思ったので、まあちょっとやってみたいですね。はい、いろんなところちょっとマネージャーさんの顔を見てみて、ちょっといけるかどうか確認しました。希望としてはどのあたりまで伸ばしてみたいとかありますか？そうですね、ある程度長い、なんかこんぐらいですかね。あ、形が短いですかこのぐらい、肩ぐらいでちょっとやってみたいですけど、似合いますかね？ちょっと、いや、お似合いになりそうです。あ、ありがとうございます。ぜひいつか見てみたいです、はい、ありがとうございます。絶対見せれるように頑張ります。